シュマロを紹介したいと思います。とこのなぜ袋が開いていて、なぜ2つしかないのかというと、この声が録音できていませんでした。なんでだろうな、もう容量がないのかな。前回に引き続き、また今回もこう終わってこみたら電源が入っていない状態になっていて、今すごくショックを受けていたところですが、どうしてもこれをお見せしたかったので、2つ食べかけですがご紹介します。以前アメリカに行った時に、現地でこれのピンク色のマシュマロを食べる動画をアップしたと思うのですが、最近あれが食べたいなと思って、アマゾンとかでこう売ってないかなって調べてたんですね。そしたらやっぱり引き寄せというのか、今日雑貨屋さんに行ったらこれが売っていたんです。こういう袋ではなくて、海外に売ってたのは箱に入ってたので、まあ、これは最近のこういうお菓子ブームというか、いろんなお菓子が出ているので、まあ、それでこれも作られたものかもしれないのですが、とにかくこれにまた出会えて嬉しいです。黄色とピンクと青の3種類あって、私はこのブルーのコットンキャンディー味を購入しました。これはカナダ、アメリカとか海外ではよく4月にあるイースターの時期に、ダラーストアという100均とか、まあ、スーパーとかドラッグストアのようなところとか、いろんなところに売られているんですけども、日本では300円ぐらいかなしました。でも久しぶりに食べたらやっぱり美味しくて、また買いたくなっちゃっています。
ます。Stop.